西側から見た仙台浅草仙台浅草は、宮城県仙台市青葉区昭和町にある横丁である。店舗は、北仙台商店会に加盟している。北仙台地区の南方に位置し、堤通りとの定時路を、生端県道北仙台停車場線との定時路を東端と、する、全長120メートルほどの横丁である。飲食店、洋菓子店、八百屋、鮮魚店など、 約30店舗が集積する。南側に隣接する森の都心用金庫北仙台支店の駐車場を主会場とする北仙台商店会主催の夏祭りや仙台浅草の通り上で2003年から開催されているフリーマーケットでは多くの来会者が訪れる。2018年公開の映画祈りの幕が降りる時のロケ地としても知られる。 1937年、仙台市電北、仙台線の開通に伴い、仙台鉄道の通り町駅北仙台駅間が廃止になって、北仙台駅が始発になった。すると、廃線後に材木商店が開業した。戦後占領期の1948年、アイオン台風による被害で、仙台鉄道が普通になると、 同年から代替バス運行が開始された。その後、仙台鉄道は復旧したが、1950年の風水害で再び普通になり、そのまま北仙台駅上中にい駅間が廃止になった。代替バスはそのまま定期運行になり、仙台鉄道の北仙台駅跡地は後に、宮城交通本社と北仙台ターミナルとなった。一方、材木省は、 戦後に廃業してしまうが、その跡地に1958年、日用品の市場の北仙台駅前公益センターが開業。形成された横丁は、東京、浅草にあやかりたいとの願いから、仙台浅草と呼ばれるようになった。1969年4月1日、仙台市電北、仙台線が廃止。 1970年2月1日には住居表示が実施され、仙台浅草を含む国道4号沿い北側一帯の住所が仙台市荒巻屋座、僕倉前から国道4号沿い南側も含めて仙台市昭和町になった。この頃から仙台浅草では居酒屋やスナックといった夕方から営業する店が出始めた。2003年に 宮城交通本社が移転、北仙台ターミナルも廃止となり、跡地には2006年2月にライオンズタワー、仙台ア葉バが竣工した。2008年のリーマンショック後の仙台浅草の状況は、昼間に営業する店が数件にまで減少し、夕方以降営業の飲食店ばかりになっていた。また、店主も客層も高齢化し、約30店舗のうち、1、3の 約10店舗が空き店舗になるほど活気を失った。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の後、脱地区において震災で被災したり、店舗が取り壊しになったりした若手店主が移ってきて、出店が続き、空き店舗がほぼ解消した。また、ダイニングバー、持つ鍋や韓国料理屋などの出店により、客層が若返り、 週末を中心に活気を取り戻した。ありがとうございます。